武田の駿河侵攻を機に北条家と武田家は敵対。信玄は北条の本拠地小田原城を包囲する。氏康は得意の籠城戦に持ち込んだ。長期戦の不利を悟った武田軍は撤退した。市場にて敵の退却に気づいた北条氏輝、氏国兄弟は武田軍の後輩をつくべく密かに追撃を開始。だが信玄はこの追撃を読んでいた。御馳峠にて迎撃の構えを整え、氏輝、氏国を討ち取らんとする。動いたのは優しき獅子の心を知る子供たちであった。関東の将、御馳峠の戦い。見てて、乙女の心意気。はい、一緒に行きましょう。子犬どもがけなげに虎を追っているぞ。ドアホが黙って引かせとけばいいものを。せがれどもと信玄の野郎じゃ役者が違いすぎるんだよ。こたびばかりは切り捨てるほかあるまい。そんな、家族を見捨てるなんて。勝てる算段もねえのに増援を出しゃ流れなくていい血まで流れることになる。負けない、私絶対負けない。親方様を二度と鬼なんかにさせませんから。鬼になる覚悟と鬼に落ちることは違う。そんなお父様の覚悟に私も応えようと思います。あ、姉上、うん、あう。生きてえなら行けよ。は、直ちに出陣いたしまする。チャック、どいつもこいつもドアホーが多くて疲れるぜ。嬉しそうだな。世話をかけさせやがる。まずは氏国を助けてやれ。
私はもう大丈夫。早く打ち出る兄者を。ドローン、その橋渡るべからず。今度は戦いだが、信玄の野郎、いつまで続けるつもりだ。駿河攻めからどうも様子がおかしい。だろう、まさか。北条は皆、家族思いじゃのう。しかしこの戦、わしも引けぬよ。解剖船重もまだ伝わっちゃいねえ。早いとこ助けてやれ。出た、野生の熊姫。誰が熊姫よ。てか野生って何よ。
てもらう。
画像が勘ぐるじゃねえか。だが、くっちゃべってる余裕があんのかい。こんな戦場で物騒な獲物振り回して、勘に顔が台無しだ。私もどうかな。で、その手に乗るか。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。負けない、負けない。なんという強さよ。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。聞かせていただく。我らも続け。カインの虎、噛みついちゃうよ。こんなんじゃ肩慣らしにもなんないわ。あれ、わしも戦いますぞ。敵地のど真ん中、それでもわしの首を取るかね。とっとと引きやがれ。友倒れより痛み分けの方がマシだろう。やはりそれが狙いだったか。いいよ、捨て身で家族を守るとはおことらしいね。越後が気になるか。サブローは心配ない。新しい家族を見つけたようだ。鬼になんざなれるかよ。